ということでしょう。アーニャたちが、私が、うちがスパンコールのプリンセスドレスで大変身です。グッドボタン押してね。みんなスパンコール好き？私ね、大好きなの。今日はリカちゃん人形をダイソーのセリアとスパンコールでプリンセスに変身させるんです。ピアスやネックレスなどアクセサリーも作って可愛く変身させちゃいますからね。透明のスカートの土台はクリアファイルです。プリントを入れるクリアファイルを切って丸くして土台にするんですよ。液体のりを塗ってからスパンコールを巻きつけたら綺麗にくっつくんです。この黒のスパンコールね、すっごく探したんだ。この巻きつける作業、心が落ち着きますね。ずっとこうしてスパンコールを巻いていたい。ここから先はアクムス。スパンコールとスパンコールの間が空きすぎないように、狭すぎないように、できるだけ一定に巻いていく。容赦いたしません。はは、うつつしい。次はうちだっちゃ。うちもリカちゃんキャッスルの青髪リカちゃんに変身させて、いいっちゃね。うちはゴールドのスパンコールを巻いていくっちゃよ。バリバリバリスパンコール、私もリカちゃん、私に大変身。好きなメイクをして、好きなヘアスタイルにしていいんだよ。ウタワールド、ゴールドにオーロラカラーが混ざったような、すっごく可愛いスパンコールだよね。ここからはホワイトシルバーのスパンコールに変えちゃおう。どんなデザインのドレスにするかは自由。考えるのワクワクしちゃうよね。そしてね、お胸の部分にノリを塗って、好きな色のグリッターを直接。ウタワールド、ドレスと体がメタモルフォーゼだね。自分だけの色、ダイソーマジックだ。私も好きな色のシンクです。こんな素敵なドレス、私どうしちゃったのでしょうか。イバラ姫は卒業でしょうか。うちも変身してダーリンに見せに行くっちゃ。胸部分もゴールドで統一して、きっとダーリンメロメロっちゃよ。ノリがつかないように髪は結んでるっちゃ。おや、このピンクは。忘れるな、大人かわいいドレス。次男ノーセツク、アーニャのアクセントカラーとイーデンのカラーの融合マス。洗練されたイーデンのデザインにアーニャのかわいさをプラス、完璧なドレス。資格なし。すごいです。とても綺麗に巻けていますね。ミニサイズのドレスも可愛いっちゃね。大人と同じデザイン、ワクワクするよね。
さらに首にはチョーカー。アーニャ自身、アーニャの不吉しさに驚き隠せない。スパンコール、ラインストーン、ビジューなどで大人っぽくなりますね。ラインストーン、すごいマス。もっともっと自由だ。この可愛い指輪、お人形さんにはティアラのサイズですね。アーニャさん、すっごく似合っていますよ。イーデンのパーティーに向けてアーニャの準備は万端。舞踏会かかってこいます。うちは稲妻カラーのラインストーンテープ。しびれる可愛さっちゃね。ドレスのパターンはもちろん雷様だっちゃ。トラトラトラ、お星様をデコルケ、そうけデコルケ。セリアのアクセサリーパーツと組み合わせたら虎の星型ピアスになったっちゃ。ピアス、うちに似合うけ。ラムちゃんスパンコールドレス出来上がりだっちゃ。うちが誰より一番け。私は赤のダブルラインストーンです。胸元は私のお気に入りのドレスのアクセントを入れます。ここにも黒のスパンコールで入れましょう。スパンコールを丸めて丸めて、なんということでしょう。スパンコールで茨姫できてしまいました。このスパンコールのラインもすっごく可愛くなってしまいました。ハンドバッグもこの勢いで作ります。今日の私、冴えてるかもしれません。イバラプリンセスですね。はぁ、レッドとゴールドでパパッとできます。夜スパンコールドレス出来上がりですね。これでいつパーティーにお呼ばれしても大丈夫です。私も好きなものを好きなだけゴージャスに。これね、色が変わるスパンコールなの。夢みたいだよね。しかもピンクとゴールドに。これを羽だ。最高に可愛くして、しかもカラーチェンジもできるドレスにするよ。歌カラー、リボン、歌スパンコールドレス出来上がりだ。最後にもう一つ、これ何かわかるかな。グルーで歌ティアラなんだ。ラインストーンで立体感のある装飾をつけて、スポンジでゴールドのアクリル絵の具をつけて、私は最強ティアラだよ。出来上がり。材料で簡単に好きなデザインで自分らしく、キラキラ可愛いスパンコールドレス変身できたます。
。全身スパンコールだなんてとっても素敵ですよね。みんなはどのドレスが好き？コメントで教えてね。ひまほちゃんのチャンネル登録、他の動画も見てらっちゃ。